ワシントンを訪れている沖縄県の中山知事と神奈川県の松沢知事は普天間飛行場移設をめぐる鳩山内閣閣僚の発言が一致していないことに改めて不満を表明し方針を早急に決定するよう政府に強く求めました。 中山知事はこのよよううに普天間飛行場移設先を一刻も早く決定するよう求めました中山知事と松沢知事は5日から国防総省や国務省の高官と在日アメリカ軍再編に関して会談を重ね日米合意通りの解決を求めることで一致しています普天間の問題がこじれて、えー、長引くことはです、ね、悪い影響を与える可能性が強いというふうに思ってます 増田知事は来年度予算の概算要求が決まる年末までに鳩山政権は方向性を打ち出すべきだと強調しました。